緊急事態条項っていうのを通されたら、はい、国として終わりを遂げる。内閣総理大臣が何もかも自由にできる最高権力者になるんですよ。全てに命令できる存在がいるんですよ。が薬物利権を牛耳ってるのは間違いない。裏歴史っていうのは薬物で回ってるんですよ。どうもこんにちは、ダニエルです。今日はですね、ごぼうの党党首の奥野さんについに来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、このチャンネル結構その参政党とか、うん、NHK 党とか、うん、まあ、そういう層の人たち結構見てるんですけども、ごぼうの党そもそも初めてみたいな方とかもいらっしゃると思うんで、ちょっと根掘り葉掘りちょっとお伺いしたいなと。ありがとうございます。はい、思います。今その参院選とかも終わって、まあ、いろんなその YouTuber とか、うん、その芸能人とかとコラボしたりとかいろいろあると思うんですけど、奥野さんって何者みたいな思ってる人結構多いんですよね。奥野さんって何者なんですか？まあ、日本では化粧品のメーカーが一番名前が売れてるかなと思うんですけど、はい、結構ね、有名に ならせていただいたブランドの、はい、まあ、創業オーナーなんですよ。そうなんですね。ちなみにそれって名前とかは言えるんですか？僕はこういった政治活動してるから、はい、別に調べたら出てくるんですけど、はい、逆に迷惑をかけちゃうかもしれないから、はいはい、今ちょっとそういうブランドとかは言ってないんですけど、はいはいはい、日本では結構女の子の間では有名になったブランド で、はい、で僕は日本に関してはもう事業売却してるんです、はいはい、ああなるほどなるほど。で海外に22カ国に、はい、卸をさせていただいてます。ああなるほど。じゃあもう資産的なとことかもかなりやばそうな匂いがしますね。銀座のクラブなんちゃらみたいなのも聞いたんですけど、はいはい、それは何なんですか？銀座はサロンなんですけど、銀座一徳って言って、はい、まあ、社交サロンですね、はい、いろんな、まあ、経営者の方とか、はい、まあ、有名人とかお立場のある方をご紹介くださって、はいはい、でそこで女の子いないんだけど、はい、お話しするみたいな。へえ、あ、女の子いないクラブみたいな感じなんですか？女の子がいるお店じゃないんですよ、バーなんですよ。へえ、ちょっとちらっとその一徳さんのインスタ見てみたんですけども、なんかボブサップとか、うん、なんか国賓みたいな人とかも映ってて、何なんだここはみたいな。大統領とか来られる時は、はい、爆弾犬みたいな、はい、僕も初めて見たんですけど、はい、爆弾犬みたいなのが、はい、爆弾の調査をするんですよ、はいはいはい、これちょっとセキュリティ的に言えないんですけど、はい、結構本当に某銀行の地下金庫と同じセキュリティだったりするんですよ、はい、だから横の店から壁を穴開けて入ろうとしても無理みたいな、はい、やばいっすね。文春の記者が紛れ込んでるとかさ、はい、国税のね、はい、なんかそういう人たちが変装して入ってるとか、はい、まあ、そういうことができない店なんですよね。顔認証なんですけど、はい、まあ、顔認証で登録してる人じゃないとまずドアが開かないし、はい、空間に今誰がいるかっていうのを我々が把握してるので、はい、じゃあもう本当にやばいガチガチの超 VIP クラブみたいな。まあそうですね、そういうふうに取り上げていただいたこともありましたね。だから天皇陛下が即位の礼、はい、交代された時に、はい、世界中の VIP が来られましたよね、はい、その時とかすごい忙しかったですよ。あ、そうなんですね、うん、ちなみになんかその家柄が元総理のフィクサー的なとこをやってたみたいなことをちらっと聞いたんですけど、僕の母方がね、はい、高知県なんですよ、はいはいはい、で高知県っていうのはその明治維新に関わってた人たちが結構いてね、はい、高知城に銅像が3体あるんですけど、はい、まあ、1体が板垣退助さん、はい、でもう1体が山之内和豊さん、はい、ね、でもう一体が野村木馬さんって言って、はい、この野村木馬さんが僕のひいおじいちゃんなんですけど、病院からホテルから、はい、陸海空じゃないですけどその交通王と言われた、はい、昔は四国山脈っていうのに阻まれてて、はい、でちょっと高知県だけ陸のことっていうか、はい、物流とかが不便だったんですよ、はい、でそこに物流を起こしたりとか運送会社がないと物質が運べないですよね、はい、だからそういった物資を運ぶトラックの運送会社もそうだし、はい、でチンチン電車みたいな電車が走ってるんですけど、はいはい、そう電車とか、はい、船で物運んだりとか、はい、だからそういった交通面の物流
を一手に牛耳ってた人なんですよね、はい、でその人が吉田茂さんって言って、はい、5回内閣総理大臣やった、はい、もう歴史上の大人物みたいな感じですね。歴史上の人物で、はい、吉田茂さんのスポンサーをしてたので、はい、吉田茂さんがあの政界にずっと内閣総理大臣として長期にわたって君臨したわけですよ、はい、で後から吉田茂さんは CIA のエージェントだったっていうことが明るみに出ちゃうんですよね、はい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 、でまあ要は日本を統治する側、まあ、日本っていうのは戦争に負けてるから、はい、実はその自由に運営をさせてもらってないんですよね、はい、当然そのメディアもそうだし新聞もそうだし、はいはい、だからこの前さんが亡くなった時に、はい、撃たれ死亡っていう見出しが、はいはい、産経新聞、毎日新聞、日経新聞、読売朝日、普段ライバルの読売と朝日が全く一言一句違わない同じだったんですよね。そうですよね、ツイッターとかで回ってましたよね、うん、そう、はい、であれはね案件なんですよ。あ、そうなんですね。メディアっていうのは言論の自由があって表現の自由があるから、はい、それぞれに会社の特色を出さないとおかしいんですよね、はい、これを全ての新聞が同じ報道するの、うん、これが共産主義なんですよ、うん、全ての新聞どれ読んでも同じこと書いてるっていうのはこれは自由主義とは言わないんですね、うん、だから自由民主党の人気があった総理が亡くなった大事件なのに全然新聞自由じゃないやんっていうね、うん、ツッコミどころ満載の報道があったんですけど、うん、じゃあこれこういうことがなんで起こるのかって言ったら、うん、日本は自由じゃないんですよ、うん、実は自由民主じゃないんですよ、はい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 、うん、自由民主の逆ですよね。あ、なるほど。実は日本はね。ちなみにちょっと脱線しちゃうんですけども、うん、案件ってことはその〇さんのその暗殺自体が〇案件なのか、それとも暗殺後の報道が〇案件なのか、そこら辺はなんかどんな考えですか。病院の教授、あの福島さんでしたっけ、はいはい、あの教授が言ってたことが真相だと思うんですよ、はい、うん、警察側の発表と食い違ってるやんと、はい、でも実際にその解剖に当たった先生、はい、そしてその救急の救命隊員、はいはい、が言ってることが真実じゃないですか、はい、どう考えたって、はい、だって政治関係ないもん。そうですね、人の命に関わってる人たちだから、うん、そこに政治を介入させないですよ。目の前の人を助けようっていうことに一生懸命な人でしょ、はい、その人が嘘つかないですよね、はい、だから意見が食い違ってるとしたら、はい、頭を持ってくださいねって思いますね。なるほど。ちょっとあのごぼうの塔に話を戻したいんですけども、はい、まあ、突如としてこうなんだごぼうの塔はみたいな、あの結構 SNS とか TikTok とか YouTube でも見てると思うんですけども、そもそもなんでごぼうの塔を作ろうと思ったんですか。僕はね、実はもう15年ぐらいね、はい、あの活動してるんですよ。だからね、ターミネーター2のサラコナーみたいなあの状況ですね。あ、ジャッジメントデーが来ることが分かってるんですよ、はい、私は。だけどこの日本っていう国がもうレベチで本当に素晴らしい国なんで、はい、どうにかしてこの国を守りたいって思ってて、はい、権力の中枢にわんさか裏切り者がいて、うん、で裏切り者が偉そうにしてんのね、うん、でもなんか僕正直者がバカを見るのがすごく嫌で、うん、だから真面目で優しくて思いやりがあって、うん、ちょっと45分こだまに乗ったら、うん、駅の改札のおっちゃんからなんか素敵で空気が美味しくて、あのお土産のおばちゃんもなんか可愛いしで旅館が素敵で食べ物が美味しくて、うん、おかみもなんかいい味出してると、うん、そうね、45分東京からちょっとこだま乗ったらもう素敵な空間なんですよ、はい、で日本って47都道府県って言うけど、うん、7大都市って言うけど40県は大いなる田舎じゃないですか、はい、ね、日本って。その日本の素敵な素朴な信じることがベースの人をトップにいる権力が騙して搾取してるっていうのが、うん、なんか許せないし、うん、もういい加減何十年も搾取し続けられてきてね、はい、来年実は緊急事態条項っていうものを通されたら、はい、うん、まあ、日本っていうのは国として終わりを遂げるんですよ、うん、我々の本当に自由と権利が奪われちゃうんですよ、はい、だからここに来て僕は迷ったんですよ、はい、まあ、でも自分だけ海外に脱出とかっていうのもなんかその心苦しくて、はい、うん、
ちなみにさっき言ってた緊急事態条項、うん、かなり重きを置いてるというか、はい、っていうところだったんですけども、これがあることのデメリットとか、どうやったら止められるかとか、うん、ちょっとお聞きしたいんですけど、そこら辺はどんな考えなんですか？あのね、皆さん分かってないんですよね、うん、この緊急事態条項にしても、はい、憲法改正、9条改正にしても、うん、今回今統一教会が問題になってるじゃないですか、はい、統一教会の政治団体で国際勝共連合ってあるんですね、はい、これ今テレビとかでも散々されてるから、うん、そうですね、もうニュースとか見てる方はお聞きになってなると思うんですけど、はい、この国際勝共連合の機関紙に世界思想っていう雑誌があります、はい、この世界思想にもうずっと緊急事態条項創設せよ、9条改正せよ、はい、ずっと書いてるので、 もっと言えば、はい、これ統一教会なんですよ、はい、この統一教会がやろうよって言ってることを今自民党やってきてるんですよ、はいはい、ずっとね。じゃあそれがなんでなのっていうのを今皆さんが調べれるんですけど、うん、これはフレイザー報告書って言って、はい、あのドナルド・フレイザーっていうアメリカの下院議員が1977年に447ページのレポートをまとめてるんですよ。このフレイザー報告書っていうふうに検索したら、はい、国会図書館の、はい、あの和訳、はい、国会図書館リサーチっていうので、はい、一番上に出てくる。で和訳読めますから、はい、ただそんなん読まないと思うけどね、はい、でその中に統一教会は CIA であると。あ、そうなんですね。そう、 KCIA って言って、はい、韓国の CIA なんですよ。あ、だから秘密組織の方々が各国で活動するときに、はいはい、ね、僕 CIA ですって言って活動できないでしょ、はいはい、だから宗教を隠れ蓑にするっていうのはもう常套手段、うん、あ、これ僕今日のこの動画で言わないですけど、はい、統一教会だけじゃないんですよ、実際は、はい、もっと大きいところを隠れ蓑にしてるんです実はね、うん、本当のこと言うと。ただ今統一教会の問題はもう今テレビとかでもされてるし、はい、あらゆるところでもご自身で皆さんが確認できるんで、うん、あえて統一教会のことを言いますけど、はい、ただ統一教会ってのは CIA なんですよ。だから CIA がやらせようとしてることをね、その本当にやった方がいいのかっていうことを考えなきゃダメなんですよ。あ、なるほど。ちなみにじゃあ今メディアで、まあ、統一教会叩き、ある意味 CIA 叩きになってるのは、これはそのメディアの操作っていうよりも本当のことみたいな話なんですか？これはあの考え方としては、統一教会を使って安倍晋三さんが彼らの思惑じゃない動きをした、トランプと組んで、はい、そういう可能性があると思います。だから中間選挙の前に、はい、そのまあバイデン劣勢ですよね、はい、まあ、劣勢っていうかもともとやってるんだから、うん、だから8000万票以上、うんうん、その過去の大統領、過去239年240年の歴史の中で最高得票を得たトランプで、日本の報道機関も夜中の3時にトランプ当確出してた、うん、アメリカ史上最高得票を得てトランプ圧勝するなって思って、報道機関の人も寝たって言ってますよね、はい、YouTube とかでもうこれトランプ勝つからもう寝ようと思って3時頃寝たんですよと。で朝起きてびっくりしましたって、うん、朝起きたらなんとバイデンが最高得票のトランプ上回ってたんですよと、うん、ね、かなりいろんな話になりましたけど、例えば緊急事態条項が通ったらなんかどんな感じになっちゃうんですかね、日本は。これね、議員さんとかもね、まあ、分かってないんですよ。その嘘の知識を堂々と言っちゃってるんですね、うん、これ緊急事態条項なんか世界の常識だとかアメリカにもイギリスにもあるとかって言うんだけど、はい、そもそもイギリスって憲法ないんですよ。マグナカルタって言って1215年に制定された貴族とか王様の権利を守るものを未だに引き継いでるのがイギリスで、ただ条項とかないんですよ、うん、第何条とかで。アメリカも憲法に緊急事態条項の記載なんてないんですよ。で他の国もないです、うん、何がないかっていうと憲法への記載がないんですよ、うん、だからこれはね、緊急事態が起きた時に例えばミサイルが飛んできました、霞が関に命中しました、その時にいちいち議会を開いてられないし、証拠を探してで逮捕してで裁判を開いてる時間なんかないでしょ。
ミサイル飛んできたら、はい、私たちがこの人なら大丈夫って委ねた一部の権力者がその人の判断で瞬時に判断していく必要があるんですよ、うん、だから緊急事態の時だけ特別ねっていうそういう約束事を作りましょうと、うん、例えば、はい、そしたらさよくね映画とかでねこういうシーン見たことないですか。ヘリコプターとかさ例えば崖とかビルにさこうやって捕まっててでここにも人こうやって捕まってんのあります、ね、もう見て このシーン、はい、でこの人手離さないと自分も2人とも死んじゃうのよ、うんね、でこの人は私のことは見捨ててって、ね、手を離してって言ってんのでもこれそれが子供だったり奥さんだったりするわけそしたらお父さんからしたら手離せないよね何言ってんだと、ね、手を離すわけないじゃないかってでもそれ手離さなかったら2人とも死んじゃうのよだからそういう状況を第三者が見たときにこのお母さんだけを狙撃していいかっていう権利要はこのままだと2人とも死んじゃうからだから第三者がそこに立ち会ったときにお母さんだけバンって狙撃するの、うん、でお父さんの命は救うこれを認めるかどうかっていう問題があるんですよ、うんね、でもこれは基本的人権に抵触するんですよ、うん、だから第三者何人たりともね、どんな状況でも人殺したらダメなんですよじゃあそれを内閣総理大臣が今と違うケースで、はい、このもっと大きな何千人を救うために何十人を殺していいのかとかそういう判断が委ねられた時に今の状況では憲法が最後の僕たちの砦なんですよ、はい、憲法の解釈っていうのは最高裁判事がするんですよ、うん、だから内閣総理大臣が何か理由があって誰かを殺したり誰かの人権を奪おうとしてもそれダメだよ基本的人権で我々は守られてるんだから内閣総理大臣といえどもそんなことしたらダメだよっていうふうに最終ジャッジをしてくれるのは憲法であり最高裁判事なんですよどの国も、はい、これを唯一憲法に書き込んで憲法に書き込んだらそれが絶対になっちゃう、はい、それが最後の砦になっちゃうから、はい、内閣総理大臣が何もかも自由にできる最高権力者になるんですよ、うん、その後ろに後ろ盾がいないんですよ、うん、これを今までの過去の歴史で唯一やった人っていうのがヒットラー、ワイマール憲法っていうんですけど、はいはい、ヒットラーもその時は災害を持ち出してました。あ、災害が起こった時に緊急の財政出動がいると、はい、緊急に予算をつけなきゃダメだ、議会なんかを開いてる場合じゃない、だからこの緊急事態条項を憲法に書き込む必要があるんだと。でその時みんな分かんなかったんですよ、はい、1932年33年の話なんですけど、はい、みんな分かんなくて、だからそうなのかなって思っちゃったんですよ、はい、で憲法に書き込んじゃったんですよ、はい、それ災害の時のみとかって書いてなかったんですよ、うん、であらゆるところで、はい、自分が権力を行使できるようになっちゃったんですよ、はい、だから1932年の11月にヒットラーって支持率 33.1% なんですけど、はいはいはい、でも1933年の2月にその緊急事態条項を制定したんですよ、はい、そしたらその9ヶ月後の1933年の11月にヒットラーの支持率って 92.2% なんです。30% から 92% までいったんですよ、緊急事態条項設置後に。設置後に。その間何があったかって言ったら、はい、5000人以上の不当逮捕、要は自分に逆らった人間を全部逮捕できるんで、はい、今緊急事態中だよっていうふうに緊急事態宣言さえ出せば、はい、一箇所に権利が集中するっていう法律なんです、うんうんうん、でこれを本当に日本のためを思ってる自民党さんが本当に日本のためを思って通すんだったらワンチャンありかもしれない、はい、でも憲法に書き込むっていうのは本当に危険で、だからそれ専用の法律を作ればいいんですよ。だからこういう時どうする、うん、こういう時どうするっていう一問一答式の法律を細かく制定すればいいんですよ、はい、ああなるほど。災害基本法って今あるんですけど、はいはい、災害の時で感染症法ってあるんですけど、細かく個々の事案において一つずつ取り決めを決めていけばいいんですよ、うん、
憲法に書き込んじゃうと一人の怪物を生みます。うーん、その人に逆らえないからね、はい、それは今までヒトラーしかやったことがないんだけど、はい、それを日本でもう一度そんなバカなことをしようとしてるんだけど、これって誰の命令なのって、本当に自民党がやろうとしてんのって、はい、違うでしょって、はい、その上に命令してる人がいるんですよと。じゃなかったらこの前安倍晋三さんが亡くなった時に読売、朝日、毎日、日経新聞、産経新聞、全てのライバル会社が一言一句全部文言が同じ、うん、こんなことを自由と民主の国でできるんですか新聞の全面広告の一面トップっていうのはその新聞社にとってプライドですよ。そうですね、誇りですよ、うん、それをライバルの朝日新聞と一緒にしようぜって、うん、ね、読売新聞が折れるんですか。じゃあ読売新聞にガンガン攻撃されてる朝日新聞が今回ばっかりは読売さんのアイデアを受けましょうって言うんですか、うん、なわけないでしょ、うん、彼らに全てに命令できる存在がいるんですよ。うちの、ね、うちの国というか日本の国っていうのはそういう国なんですよじゃあそんな状態で一人の権力者に何もかも権力を渡してしまったら、うん、つい最近の話で言うとトルコっていう国のエルドランっていう大統領が3万5千人逮捕してますよ、はいはいはい、その時も3万5千人不当逮捕する前に何があったか、はい、あなたが検索してください。緊急事態条項を通してるから。なるほど、もうつい直近なんですね。10年ぐらい経ってるかもしれない、うん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 、5年10年経ってるかもしれない、はいはい、それと同じことをしようとしてるんですよと。今ねこれだけは通されたらもうダニエル社長も私もツイッターの一行政府の悪口 つぶやいたら、うん、次の日公安が来ます。うーん、で逮捕されて連れて行かれます。まあ、それをされたらもう日本終わっちゃうんで本当に。あ、じゃあここで仮想通貨長者みたいな社長さんたちが、はい、今もう逃げる準備一生懸命してます、うん、今年から来年にかけてもう多く あのお金持ちたちが逃げるでしょう。でも日本っていうのは47都道府県なんで地場に根付いて、で多くの方を雇用して、例えばトヨタみたいな会社がね何十万人も雇用してて社長だけが逃げるとかとんずらかますとかできますと。だからそういう企業の日本を本当の意味で守ってる、雇用を守ってる、人々の生活を守ってる、そういう人たちは逃げないから、だからそういう人たちと一緒にこの国を守るという日本にとって最後の戦いを私はさせていただきたいなと思ってるんですよね。すごいっすね。ちなみに、まあ、自民党とかこの国とか上で支持してる存在は誰なんですか。これもね、はい、結局さっきの話に戻るんですけど、要はアメリカをじゃあ牛耳ってるのは誰ですかって言ったら、うん、ドルを吸ってる人たちでしょ、うん、だから今までの大統領のケネディ暗殺事件を含めて、6人暗殺命を狙われてるんですね、はい、そのうち4人亡くなってます、はい、でこれ6人ともドルの発行権をアメリカ政府に戻そうとした人たちです、うん、だからこのアメリカ米ドルをが基軸通貨と言われて、この米ドルを中心に西側諸国の経済って今まで回ってきてるんですけど、うん、この米ドルを印刷してる人たちっていうのは自分たちが明日100万ドルすろうって言ったらすれるんですよ、うん、別にだって印刷するだけだから、うん、この人たちが世界経済を牛耳ってて、で、まあ、金融マフィアって言われたりするのは本当にマフィアみたいなことをするからなんですよね、うん、なるほど。じゃあもう世界の金融マフィアの大元がもはや日本すら自民党すら上から指示を出す存在みたいな。ユダヤ金融資本と言われてますよね、うん、両方に武器を売り、うん、両方にお金を貸し、うん、だから第二次世界大戦ってねヒトラー悪者だって言うけど、でもヒトラーの一番の資金提供者はブッシュのお父さんですよ。パパブッシュっていてね、はい、パパブッシュのお父さんプレスコット・ブッシュっていうんだけど、はい、プレスコット・ブッシュがヒトラーの一番の支援者ですよ。だからそもそも茶番だし、はいはい、今までそのスパイだとか裏切り者だって言って裁判とかかけられてる人たちがかわいそうだよね、うんうんうん、だってつながってんだもん、うんうんうん、連合軍っていうけど、はい、連合軍の一番上がつながってんだもん、はいはい、何なのそれっていう、うん、なんか本当にねやりきれないね、うん、こういうバカな連中のせいで、うんうん、その本当に純粋な思いで
命をねかけて戦ってくれた僕たちの先輩のその気持ちを考えると本当にやりきれない、うん、なるほど。そういうもう壮大なあれなんですね。目の前のニュースっていうよりももうそのユダヤ金融資本とかもう世界とか歴史とか絡んでるその大きな流れの一部の中に今緊急事態条項もあるみたいな。だからそれは皆さんがね奥野の言うことを信じられないっていうんだったら世界史の教科書は信じれますかっていう話で、うんうん、アヘン戦争って自分で調べてみたらいいじゃないですか、うん、さっき僕が言った、はい、ね、だそんなことはもう歴史です。あ、なるほど、うん、だからみんながそれをあの教科書で習わないだけで、うん、裏歴史っていうのは薬物で回ってるんですよ。だから薬物を販売してるのはヤクザとかマフィアじゃなくてもうそういう世界の金融を牛耳ってる人たちが薬物も牛耳ってるんですよ、うん、だから金融マフィアって言われるのね、うんうんうん、何でもありの人たちですよ。あ、だその人たちから本当にこの自由と平和を取り戻そうよっていうのが今ここから大事な3年間ぐらいだと思うんですけど、うん、その中心的な役割を私は日本が担うんじゃないかなって思ってるんですよね、うん、じゃあこれからも例えば参院選とか衆院選とか含めて結構ごぼうの党的にはゴリゴリやっていこうみたいなそんな感じなの？僕ははっきり言って今のところね議席を取るとか、うん、政治参画するっていうことに、うん、本当はあまり興味がなくて、ああそうなんですね、僕はこの国を守りたいだけなんだ、うん、だから今の今で言えば緊急事態条項をとにかく防がなくてはいけないということしか考えてないですね、うん、あと他にどんないいことやっても緊急事態条項を通されたら終わっちゃいますよ、うん、なるほど、分かりました。ということで小物と奥野さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で CDC に全てを委ねるって言われたら、うん、もう我々日本の国民の行動制限はアメリカに言います。で日本で本当に怖いウイルスを入らせて世界の各国が入国禁止にするんです。日本人を、日本人同士が食べ物を奪い合って争って殺し合う。どうもこんにちは、ダニエルです。ごぼうの党党首の奥野さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、あのもう世界と闇の勢力とか日本は誰に支配されてるのかみたいなところをですね結構伺っていきたいなと思います。ちょっと直近でコロナ、パンデミック、ワクチンとかこれだけ日本が閉鎖されてしまったみたいなところとかもあると思うんですけども、まずちょっとコロナに関して思うこととかコロナの何でしょう闇の勢力じゃないですけど仕掛け人とかなんかそういうところは奥野さん的にはどんなことを考えられてますかね。例えばダニエル社長がね、はい、1000兆円のファンドを持ってたとして、はい、その地球のことを考えてこのまま世界人口が100億人までいったら、はいはい、まあ、地球にとって良くないんじゃないかとか、うん、まあ、食物連鎖の人間は一番トップにいるんで、はい、人間をやっつけれる存在がいないから、はい、だからどっかで規制をした方がいいんじゃないかっていうふうに、うん、まあ、ダニエル社長が1000兆を持ってたら、うん、地球のためにそう考えるかもしれないと思うんですよね、うん、そうですね、半分ぐらいに差しとこうかなみたいな、うん、100億はいらないんじゃないかと、はい、じゃあ、まあ、今単純に50億って半分って言いましたけどでも50億もすぐ増えるじゃん、うん、人間死なないから、はい、じゃあもうちょっともうちょっと減っこうかと、そういうふうにその真剣に考えてる人たちがいるんですよ、はい、そしたらやっぱり喧嘩になりますよね、はい、だってじゃあその誰が生き残るかっていうのを誰が決めんねんというふうになりますよね、うんうん、はい、だからそれを何十年も会議で話し合ってきた人たちがいるんですよね、はい、誰を生き残らして、はい、どれぐらいかと、だからこれ以上100億まで人口が増えて森林を山を伐採してアスファルト敷いてビルディングを建てて、はい、車をもくもく走らせるのがいいことなのか悪いことなのかって言ったら、まあ、電気自動車にしていきましょうとかなんかそういった方向に持っていこうとしてる人たちがいるんですよね、うんうん、これは1978年にビルダーバーグ会議っていう会議で、はい、キッシンジャーっていう人がすでにそこで、はいはい、をしていかなきゃダメだよねっていうことを初めて言ってるんで、うん、はいはいはい、だから今からもう44、5年前の話ですから、
そんななんかみんなが驚くことじゃなくて、はい、当然その殺される側の羊たち、はい、実践されるターゲットの方、はいね、そのターゲットにそんなことを教えると思うってことなんですよ、うんうん、今からなーって30年かけてお前たちぞって教えるわけないじゃん、はい、だからそれが新聞に載ってないとかニュースでやらないからね、うん、嘘だって言うわけよ。だから別に嘘だって言う人は嘘だと思っておけばいいんじゃないですかと、うん、ただ彼らはそういう計画を粛々と進めてるんですよ。だから TED2010 っていうふうに検索したらビル・ゲイツがとか最新の医療技術を使って実験して100億人までいかないようにするべきだと、うん、その時はビル・ゲイツは 10% とか 15% みたいなことを言ってましたけど、はい、でもこれパーセンテージの問題なんですかって話なんですよね、うん、だからこれ私がこういうことを言ったらね、うん、その時はビル・ゲイツはね 10% しか言ってない、ね、15% しか言ってない、じゃあお前さって 30% とか 50% って言われたらビビってね、はい、テンパーだったらビル・ゲイツ正しいって大丈夫かって、そのアンチのレベルがさ、はい、だからまあいつまでもね、はい、陰謀論陰謀論って言っとけばいいじゃないかと、はい、その日まで、はい、だけどこういう言葉がありますよ。愚か者はね経験に学び、うん、賢者は歴史に学ぶと、はい、だから1978年からビルダーバーグ会議でキッシンジャーっていう人がそういうふうに言ってて、うん、その1年後にジョージアガイドストーンっていうジョージア州に大きい石碑を建てて、できればその目標として5億人ぐらいまで減らしたいというふうに書いてあるんだから、うん、日本語以外で、うんうんうん、だからまあそれを見た時にもし日本も残してもらえるんだったら日本語もあるよねと、うん、その石碑に。でも日本語がないっていうことはもしかしたら日本はもう潰してまえというふうに彼らは思ってるかもしれないよと、うんうん、これは僕他のチャンネルでも言わせていただいたんですけど、はい、彼らはそもそもその80年前までアジアも買ってたわけでしょ、はい、タイと日本以外のアジアの諸国っていうのは彼らに買われてたわけですよね、うん、馬小屋の横で言葉も教えてもらえずにね。でアフリカの人にたちにしても第一次産業革命とかね、うんうん、綿工業とかタバコ産業って僕たち世界史の時間に習いましたよ、はい、でも第一次産業革命とかって言うけど人件費タダやんって、うん、だってアフリカで普通に暮らしてる人々を誘拐してさらってきて、うんうん、ね、奥さんレイプしたりしてさ、うん、さらってきて船に閉じ込めて食料も満足に与えずにずっとぎゅうぎゅう詰めで、こんなぎゅうぎゅう詰めで船でね運んできて3分の1ぐらいの人は死んじゃうわけですよ、うん、あまりにも過酷で昔の船だからね。そしたらこんなねすごい過酷な状況でも生き残ったやつの遺伝子は強いと、でそこにまたセックスさせたら、うん、いい労働力が生まれると、うん、そういう考えで300年も400年も人を買ってきた人たちですよ、うん、それを日本は80年前に解放したんでしょ、うん、日本はアジア諸国を。でもその解放した素晴らしい出来事っていうのは私たちはテレビでも新聞でも教科書でも習ったらダメなんですよ。だって GHQ が全て書き換えてるわけじゃないですか、うん、日本がどれだけ素晴らしいことをしたかっていうことは私たちは教えられたらダメなんですよ、うん、で日本人には催眠術をかけて、うん、お前たちは悪いことをしたんだよ、ね、侵略戦争をしたんだよ、うん、お前たちはけしからんよっていうふうに僕たちは習うわけでしょ、うん、教科書もそうですよね。だからそういうその作られた嘘の物語の中に僕たちは生きてるけど、はい、ダニエル社長とのこの対談の中でも言わせていただいたそのアヘン戦争ね、うん、アヘン戦争とかって私たちが教科書で習ったことを皆さん調べてくださいねって、うん、そこに何て書いてましたか。大英帝国がヘロインっていうドラッグを仕掛けてそれに起こった秦に対して中国に対して戦争を仕掛けたんでしょ、うん、だそもそもイギリスってそういう国ですよ、うん、じゃあ奴隷貿易って検索してください、うん、彼らは何をしてきたんですか。それを解放した日本のことを彼らはよく思ってると思いますか、うん、いや世界第3位の経済大国なんだ頑張ってね思ってると思いますか。唯一契約書を守り約束を守り
その電車の時間にしてもバスの時間にしても、うん、全く寸分の狂いもなく、うん、小田原を通過する新幹線見てください、うん、30秒で光と望みがね全くぶつからないで、うん、あのオペレーション、うん、あれ新幹線ってブレーキ踏んでから3キロ4キロ止まれないんですよ、うん、ブレーキ踏んでから3キロぐらい止まれないの、はいはいはい、その新幹線が何十秒単位で通過していく、うんね、あの小田原駅このオペレーションって日本しかできないんですよ、うん、じゃあこの世界一優秀で世界一勤勉で世界一真面目な日本だけがどうして30年間給料が上がらないんですか、うん30年前15万6800円の大学初任給30年経って今20万1800円、銀行に勤めても手取り17万8000スタート、うん、日本だけです。なんでなんですか。ここをおかしいな、でメディアもテレビも全部グルだなっていうことを理解した上で今回のコロナっていう問題を考えないとダメですよと。それはもう壮大なところですね。もうコロナウイルス病気っていうよりももはや日本とはみたいな、世界とは歴史とはみたいな、まあそういうところですよね。だからね、怖いのはね、彼らはね、もう一度ね、はい、仕掛けてきます。戦争とかそういう大掛かりなことじゃなく、でまずジャブを打ってきます、はい、必ず。これ何をするかっていうと、2年前外国人が日本に入国できなかったですよね、はい、コロナで日本が鎖国しましたよね。あれの逆をされたらって考えたら恐ろしいですよ、うん、だから日本でウイルスを入らせるんですよ今度ね、はい、で日本で本当に怖いウイルスを入らせて世界の各国が入国禁止にするんですよ、うん、日本人を逆鎖国、はいはい、だから日本が出れなくなるんですよ、うん、日本から、はい、その状態でスーパーの食べ物を全部消されたらどうなりますかと、はい、日本人同士が食べ物を奪い合って争って殺し合う、うん、自分たちで種をまくことも法律で先に禁じてる、うん、種苗法の改正でね、共謀罪関連法案って言って、はいはいはい、やったかもしれないやるかもしれないっていうので逮捕拘束できるっていうところに種苗法ってあるんで、うん、種をまくだけでもはや逮捕できちゃうわけだから、うんうんうん、だから5月23日にアメリカのバイデンっていう大統領が日本に来て何て言いましたかと、はい、5月23日検索してくださいね、はい、バイデンが来て CDC って言ってアメリカの米国疾病予防管理センター、うん、疾病予防管理センターを日本に作るって言って5月23日にわざわざ東京で記者会見開いてバイデン帰ってったんですよ、うん、じゃあそのなんでアメリカの、ね、疾病予防管理センターをなんで東京に作られなきゃダメなの、うん、これはね全国保健所長会、うん、全国保健所長会、全国の保健所の所長の会があるんですよ。全国保健所長会は気づいてたんですよ。何年も前に2年前の12月8日に厚生労働省に対して緊急提言を行ってるんですよ、うん、これなんていうふうに厚生労働省の厚労大臣に対して全国の保健所の所長さんが束になってなんて手紙を書いたかっていうと、2類指定を5類指定に下げてくださいと、うん、おかしいと。これは2類指定っていうのが知らない方のために説明すると、一番怖いウイルスのことを1類って言うんですよ、うん、1からね順番に名前つけてるわけ、うんうん、で2番目に怖いウイルスを2類って呼んでるんですけど、うん、この2類は SARS とか、うん、MERS とか、はい、これ致死率が 35% です、うん、で鳥インフルエンザこれ致死率が 53%、うん、感染しちゃったらどっちか死ぬ、これが2類にいるんですよ、はい、でこの2類にコロナを入れたんですよ、うん、ねでそれがおかしいと、おかしいから5類って言ってインフルエンザと同じレベルまで下げてくださいというのを全国の保健の所長さんたちが気づいて言ってるわけですよ、はい、だってお父さんがコロナ感染したら死んじゃっても解剖もできないし、うん、ご挨拶もできないしお葬式もできないし肺にされて骨壺になって帰ってくるんですよね志村けんさんもそうでしたよねそれおかしいと、だって自宅待機させてるやんって、はい、今ね
そんなに恐ろしいウイルスで、うん、解剖もしたらダメなのに、うん、うちの お風呂にさっき入ってましたけどってこういう状態ですよ、うん、だって自宅待機 OK なんだから、それかアパホテルとか泊まってるじゃん、はい、ね、いいんですかと、うん、ね、でも病院に行ったら法律があるから、うん、あの家族も面会できないし、看護師さんとか宇宙服みたいなの着てますよ、うん、未だに、うん、SF 映画さながらですよなんでかっていうと法律があるからなんですよ。じゃあこの状態に全国の保健所長がおかしいって言ったのに、コロナの致死率、コロナ感染者数っていうふうに検索してください、うん、そしたら感染者と死者が出てきます、うん、死者割る感染者数、うん、そうすると致死率が 出ます、うん、僕が知ってる限り最近今 0.21%、うん、じゃあこのコロナをどうして致死率 50% の鳥インフルエンザと同じグループに入れてるんですか、うん、ここに疑問を持った所長さんたちが、まあ、謀反を起こしたわけです、うん、おかしいと、はい、厚労省フルムシ、うん、厚労大臣フルムシで今日現在まで続いてるわけです、うん、これをアメリカのバイデン大統領がやってきて、うん、あの不正選挙で勝ったと思ってるね、はい、一応勝ったとされているバイデン大統領がやってきて、CDC っていうのを日本に東京に作るって言い残して5月23日に記者会見開いて帰ってったんですよ、はい、そしたら来年ねこれ緊急事態条項っていうものを通されて、うん、で前回のダニエル社長との対談でも言わせていただきましたけど、緊急事態条項を憲法に書き込まれると、うん、内閣総理大臣っていう権力者に全てが集中します、はい、権力が、うん、そうするとそこでCDC に全てを任せるっていうふうに言ったら、はい、感染症法に関して全て CDC が取り仕切ることになるんですよ、うん、これで日本の全国民の行動制限がアメリカに委ねられます、うん、これをするつもりなんですよ。なるほど、うん、だからわざわざバイデンが日本にやってきて5月23日にアメリカの米国疾病管理センターをなんで日本に作んのと、うん、それをまた厚労省がさ11月か12月に作りますって言ったんだよね、うん、今年の話ですよ、うんうん、あと2ヶ月後ですよ CDC 作るんじゃないですか、うん、日本に。で来年緊急事態条項を通されて、うん、で CDC に全てを委ねるって言われたら、うん、もう我々日本の国民の行動制限はアメリカが握ります。だから CDC をわざわざ東京に作るって言ってるっていうことは必ずウイルスで次仕掛けてくる。あ、なるほど、うん、世界から日本に入れなくなるようなウイルスが日本で発生して、うん、それを緊急事態条項で総理がもう CDC に任せる、うん、でも CDC がもう全ての国民の行動を管理するみたいな、うん、そういう未来もありえるみたいな、うん、そんなところですか。そうしようとしてるんでしょうね。だからこれを我々が止めれるかどうかですよ、うん、だからもうね自分の娘が殺されてからとかさ、はい、その悲劇が起きてから動くっていうのやめてくれるって、うん、その男って僕もそうだけど骨折してからカルシウム取り始めるのよ、ね、でも女性って美と健康を考えるじゃないですか、はい、あれって将来のためにやってるんですよ、はい、わかります？将来年取りたくない、ね、未来まで美しくいたいからサプリメント取ったりとか、はい、お肌こんなんしてるじゃん、はいね、男やらないじゃん、はい、めんどくさいコットンでこんなこと、ね、男は怪我したり病気になってからサプリメント取んのよ。あ、女性っていうのは未来のために動くんですよ、はい、だからこれねお母さんたちにかかってるかもね。ああ、なるほど。この運動って確かにおじさんとかだったらもう糖尿病なっちゃってからなんかちょっと運動しようかなみたいな、うん、その運動もしないでしょ、うん、おじさんたちって糖尿病になっても薬飲むだけでしょ、うん、めんどくさいから。だからねやっぱり全ての私も含めてね社長も含めて、うん、全ての子供たちっていうのは女性から生まれるし、うん、全ての生命っていうのはめしべおしべ含めて、うん、全て女の子から生まれるんですよね、うん、だから命を育むお母さんがこれからの主役になるんじゃないかなと思ってますね、うん、だから来年のこと2年後のことを考えて、はい、動かなきゃダメなんですよ、うん、だからもう怒ってしまってから慌てても遅いんですよ、うんうんうん、来年の未来のことを考えてもう行動を起こさなきゃダメなの、うん、だからそれっていうのは案外もしかしたら母強しで、うん、ね、
母強しでお母さんたちがあのキーマンになるかも。ああなるほど。命の源。はいはいはい、うん、はい、ありがとうございます。ということで五物棟当主の奥野さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本政府には自民党が統一教会に乗っ取られてたんじゃなくて、うん、内閣総理大臣が誘致してるんだよね。だそれたちが立ち上がれないような仕組みを作るから完全奴隷社会になると思いますよ。一部の人たちが牛耳ってて、うん、でその人たちに全く逆らえない超監視社会ね。どうもこんにちは、ダニエルです。ごぼうの党党首の奥野さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、あのもう世界と闇の勢力とか日本は誰に支配されてるのかみたいなところをですね結構伺っていきたいなと思います。ちなみにちょっと戦争と CIA みたいなお話をちょっとお伺いしたいんですけれども、この日本が敗戦した時に本当は A 級戦犯だった人が CIA になったみたいな話とかもあると思うんですけど、そこら辺ちょっとお伺いしてもいいですか。これはね、情報源は大学名は言わないですけど、東京六大学の一つの大学の近代史専攻してるある大学の博士がいるんですけど、その博士と僕は週3週4で飲んで、で仲良くさせていただいて、あのいろんなことを聞いて、はい、で僕もちっちゃい字読むの苦手なんですけど、はい、何冊か本も読ませていただいて、はい、得た知識で、はい、でまあ当然インターネットでも確認できますよね、うん、その東条英機っていう人が処刑されたんですね、はい、巣鴨プリズンっていうね、うん、あのところに永久戦犯として収容されててね、でその次の日翌日に4人釈放されてるんですけど、はい、これが岸信介、はい、笹川良一、はい、児玉義雄、正力松太郎っていう4人ですね、はい、でこの正力松太郎っていう人が日本テレビを作った人、読売新聞の社主です、はい、で笹川良一っていう人は、はい、日本船舶振興会っていうんですけど、はい、この協定の権利を個人でもらった人です。大体これその競馬は JRA とかさ、はい、パチンコは警察利権とかさ、はい、各省庁がギャンブル利権を持ってるんですけど、うん、協定だけはなぜか笹川一族が持ってるという、これをもらったんですよ、はい、あと児玉義雄っていうのは、はい、まあ、日本最強の右翼の大物、はい、日本最強のフィクサーと言われた人なんですけど、はいはい、ただこの児玉義雄もあと岸信介ね、はい、安倍晋三のおじいちゃんも国際勝共連合に名前が出てくるんですよね、うん、これは統一教会が作った政治団体、はいはい、今テレビでも散々ね報道されてますけど、はい、だから1974年の5月7日に帝国ホテルで開かれた希望の日っていう晩餐会があるんですけど、その統一教会の晩餐会の実行委員長が岸信介で、名誉会長が笹川良一とか、で児玉義雄の名前も出てきて、あとあと統一教会の教祖文鮮明が死んで、ハン・ハクチャっていうね奥さんが後継ぐんだけど、ハン・ハクチャが UPF っていう団体を立ち上げて、その団体が立ち上がった時に祝電を送ってんのが中曽根康弘、うん、でビデオメッセージを送ってんのが安倍晋三、うん、これね1974年の5月7日の希望の日っていう晩餐会で、うん、祝辞を読み上げてんのが福田赳夫なんだけど、うん、アジアに偉大なる指導者現る、うん、その名は文鮮明であるって言ってるんだけど、はい、これ岸信介、福田赳夫、中曽根康弘、安倍晋三、全員内閣総理大臣だから、日本という国は自民党が統一教会に乗っ取られてたんじゃなくて、うん、内閣総理大臣が誘致してるんだよね、うん、今は CIA が機密情報を公開してるので、うん、今まではメリーランド州のワシントン DC の第二公文書館っていうところに行って、はい、4台のパソコンから検索するしかなかったんですけど、はいはい、まあ、それも大変だろうっていうことで、はい、もう終わったことだし昔の話だしもう公開してるんですよ。2017年の1月17日に CIA が機密文書を公開してるんで、うん、巣鴨プリズンに収容されてて、で東條英機が処刑された翌日に解放されてるこの4人は CIA のエージェントだったって書いてるわけです、はい、なるほど。この人たちが CIA に身売りしたみたいな感じなんですか。それはね多分ね、まあ、裏契約というかね、はい、だから東條英機さんは名誉ある死を選んだんですよね、はい、だから祖国を裏切れないということで、はい、CIA のエージェントにはならないっていうこと で、うん、で処刑されたわけですよね、はい、でも自分の命と家族の命とかかかってたら、まあ、裏切っちゃう気持ちも、うんうん、党の本人になってみないと分かんないですよね、うんうん、
その時のね、もともとだってアヘンとかさ、ヘロインを売ってた人たちだからね、岸信介にしても児玉芳雄にしても、だからもともと薬物の売買で巨万の富を得てる人だから、祖国のためにとかさ、そういう人たちじゃないんだよね、薬物のディーラーだもん、売人ですよ、だその薬の売人の岸信介が4年後に総理大臣になっちゃうんだもん、すごい国ですよ、じゃあもうそこの敗戦の時からそういうCIA が入り込んだり、韓国の CIA である統一教会が入り込んだりとか、もうそこぐらいからもうじわじわと日本の侵略はずっと始まってるみたいなところなんですかね。いや、もしね、ダニエル社長が白人側だとしましょう、ね、そしたらさ、自分たち今まで人件費タダだったんですよ、だって人さらってきて、ね、誘拐してきて鎖つけてタダで働かしてたんでしょ、それを日本っていう国がなんか正義感掲げてうわー来て、みんな解放してアジア諸国をね、80年前にそのアジア諸国を解放した日本を二度と立ち上がれないように、そして馬車馬のように働かして、で上がりは全部搾取してやろうと、それが今の日本ですよ。だから30年間日本だけが給料上がらないんですよ。さっきも繰り返しになりますけど、あの新幹線のオペレーションって日本しかできないからね、電車がバスが交通機関がいかなることがあっても、雨の日も風の日も時間通りにピタッと来る、あのバスの凄さって思いません？だって信号とか渋滞とかさその日によって変わるじゃん、でもバスってさ、その通り来んのよ、日本のバスって。あんなことを海外じゃどこの国ができんの？そんだけ素晴らしい日本だけが、なんで日本だけが30年間給料が上がんないんですか、だからいかなる政治番組も経済番組も意味がないんですよ、嘘だから、要はやられてるだけなんだから、日本という国は。でも来年日本自体が本当に存亡の危機っていう状態が来年来ます。緊急事態条項を通されたら本当に終わります、それでも立ち上がらないんですかって、僕はそういう活動をしてるんですよね。あ、なるほどなるほど。じゃあちなみに一般のイメージだと、大日本帝国憲法戦争みたいなのはめっちゃもう悪いことしたみたいなイメージですけども、まあ結構いいこともしてたみたいな、そういう感じなんですかね。いや、いいことしてたというか、そもそも日本があそこで立ち上がらなかったら、今のアジア諸国ってあるんですか？ないですよ。だから中国も含めて白人たちに仕掛けられてた世界っていうのを300年400年統治されてたわけでしょ、インドネシアだってオランダの支配下にあるのが350年以上ですよ、300年400年仕掛けられてて、言葉も教えられずに買われてて、それを人の土地まで勝手に行って白人たちやっつけて解放していくっていう、浄水場、下水場、下水処理場を作って電車を走らせてとかさ、で学校を作ってとか、だから韓国の大統領たちみんな日本の悪口言うけど、韓国の大統領全員日本の尋常小学校を卒業してますからね。だからそもそも日本がそこで戦わなかったら、今のアジア諸国ってあるんですか？日本はアジアのお母さんであり、アジアの大恩人なの。でも悪いことした悪いことしたっていうふうに教科書を書き換えられて、僕たちは習ってるっていうだけで、僕それもね、もういい加減もう嫌なんだよね、もういい加減もうさ立ち上がろうよっていう。ちなみにそこまでしてその日本を潰したい勢力っていうのはどこにあるんですか、誰なんですか？あのね、恐れてるんですよ、日本のこと、どこの誰って言われたらこの計画を考えてる人たちだと思いますよ、だからさっきも言いましたけど、じゃあ人口減らすって言ってもどれぐらい減らすって、じゃあ35億の半分にする、いやもっと少なくてもいいんじゃない、じゃあ白人残す、アフリカ人どうする、中国人どうするっていうふうに考えてる人たちがいるわけですよね。でもその人たちがコントロールしやすいように、あと残った人たちも管理しやすいように、そして衝撃的なことがこれから起こるんで、反撃に出ようとするわけですよ。ふざけんなと、でもそれを立ち上がれないようにする仕組みを考えてるわけですよ、でもそんなことって当たり前じゃないですか、これから何十億の人をやっつけようとしてる人たちがそこまでのことを考えるのは当たり前じゃないですか、だから反撃できないように立ち上がれないようにしよう、
それを今考えてるんですよね。あ、なるほど。その作戦の一つなんですよ。なるほど。最後の質問なんですけど、今後じゃあ日本とか世界の動きは支配とかそこら辺で言うとどうなっていく可能性が高いですかね。はっきりと明確に分かってることは、人口削減して超監視社会、超管理社会で人間も飼いたいんですよ、うん、だそれはこれから AI とかロボットとかさまざまなそういうものに取り替わっていくんで、うん、労働力っていうものがいらなくなりますよね、はい、日本も2028年から自動運転の試運転とか始まるでしょ、うん、ではタクシーとかもそうなっていくわけでしょ、はい、じゃあタクシードライバーいらないよね、うん、っていうふうな形でいらない人たち、うん、もう別にロボットとかその他の人間じゃないものがそれ成り代われるよね、うん、だからそれで試算すると人口ってもう何十分の1で良くないと、うん、じゃあその生き残る人たちっていうのもさらに何か役割を与えたりとか、うん、家族とか友達が殺された人が立ち上がれないような仕組みを作ってるでしょうね、うん、だって当然友達とか家族殺されたら怒るでしょ、うん、だその人たちが立ち上がれないような仕組みを作るから完全奴隷社会になると思いますよ、うん、一部の人たちが牛耳ってて、うん、でその人たちに全く逆らえない超管理社会、うん、超監視社会ね。僕ねこの前さちょっといい話を聞いてね、はい、東京大空襲の焼け野原でね、はい、東京大空襲の焼け野原ってさ横浜除いて東京だけで2400万発焼夷弾って爆弾落とされたんですよ。うん、2400万発落とされてアメリカの兵隊さんがジープでやってきてチューインガムとチョコレートを配ってたのね。うん、で子供たちがさそれをもらってさ、で当時の子供だから礼儀正しいからちゃんとお母さんにね相談すんのよ、はい、お母さんこれ食べていいって。でも当時は鬼畜米英ってね、言われてたから当然お母さんがそんなものもらったらダメでしょってね言うのかと思いきや、お母さんがねこう言ったんだって。ちゃんとお礼したのって、うん、でありがたくいただきなさいってでお母さん明日ねお米と大根持ってお礼に行ってくるわと、はい、その兵隊さんにってそう言ったんだって、はい、ね、だからさ東京大空襲でさ2400万発爆弾落とされて、うん、お父さんもお兄ちゃんも戦争で死んでんのよ、うん、ね、それでも残った小さい小学校の息子とお母さんが残されて、お母さんも生活大変なのよ、うん、お父さんとお兄ちゃん殺されてんのよ、うん、それでもその兵隊さんにありがとう言ったのって、でお母さん明日お礼に行ってくるわって、もう自分たち食べるもんないのに、うん、お米と大根持って翌日お礼に行くのよ。これがね彼らが一番恐れた日本の精神性。あ、これねアインシュタインという天才物理学者が、うん、あの娘に手紙書いててね、うん、実はこの世の中には何キロワットとか何カロリーとかね、うん、質量保存の法則とかね、うん、そんなんじゃなくてね、うん、愛のエネルギーっていうのが存在すると、うん、ね、これを娘に手紙書いてるんですよ、うん、ただ今公表したらバカにされるから、うん、世間がそれを受け入れられる時が来るまで、はい、お前がこのことは伏せておきなさいと、はいはい、ただお前には伝えておく、うん、なぜなら娘だしお前のことを愛してるから、うん、ね、その方程式も書いてるのね、はい、でその方程式が愛のエネルギーっていうのは光の事情で増幅するっていう方程式なのね、うん、で光の事情なのよのスピードで宇宙最強のエネルギーだと方程式を書いてるわけ、うん、じゃあ愛のエネルギーって何かっていうと与えることと許すことだというふうに言ってるんだよね、うん、だからこれまさにねこの焼け野原のこのお母さんのねチューインガムとチョコレートの話を僕が聞いた時に、うん、このお母さんさお父さんもお兄ちゃんも殺されてさそれでもさ、うん、与えましょう許しましょうなんだよね、うん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 、僕 3.11 の時に、はい、僕らチームで93回炊き出しに行かせていただいてるんで、うん、あ、そうですね、向こうの人たちって津波のことを黒い壁って言うんですよ、うん、だから黒い壁がバーッとこう遠くの方からこう襲ってくるわけ、うん、はい、でそれを襲ってきてんのにおばあちゃんが山に逃げる時間を稼ぐために水門って言ってねこのこうやってこうね門を閉めて海の水が入ってこれないようにするせき止めるねこの水門を閉めに行った消防団の人たちがいるのよ、うん、40人ぐらい、はい、でその人たちの話とかを聞いてたりするとね、はい、
この黒い壁がブワーって、でも自分たちは絶対助かんないのよ、そう水門を閉めに行ったら、うん、だけどおばあちゃんとか子供が山に逃げれるように時間稼ぎをするためにその水門を閉めに行った消防団の人たちがいるんだよね、はい、で僕らねそういう人たちと関わってねお話を聞いてるとね本当にね涙なくしてはね、うん、その聞けないしね、うん、そういう人たちとその関わってるとね、はい、僕は 3.11 の真相も僕は知ってるんで、うん、だから本当に悔しくて、まあやり返したいっていう気持ちもあるし、うん、本当にこうやるせないし許せないしその悔しいしこの野郎っていうふうに本当はものすごく憤ってたんですけど、うんうん、それをやり返してしまうと、うん、やっぱり人間の行ってきたこう歴史を見るとね、うん、リベンジしてやり返しちゃうと、うん、歴史は繰り返すで、うんうん、その悲しい歴史なんですよね、はいはい、やり返しちゃうとやられたからやり返しちゃうとね、はい、だから僕はその日本人としてこの日本に生を受けて、うん、こうしていろんな人たちとこう出会って、うん、で今最後の1年日本が生き残れるかどうかっていう最後のラストイヤーですよね、うん、最後の1年こうして出会わせていただいてるっていうことは僕はやっぱりその武器を持って戦うとか、うん、やり返すっていうことじゃなくて、うん、このアインシュタインが教えてくれた愛のエネルギー、うん、与えます許します、焼け野原でお父さんもお兄ちゃんも殺されてるのに、うん、それでもお米と大根持って、うん、お母さん明日お礼に行ってくるわっていう、うん、このお母さん以上に強い人っているんですか、うんうんっていうね、このお母さんのエネルギーに勝てるエネルギーってあんのかな、うん、これがアインシュタインが教えてくれた愛のエネルギーなんじゃないかなって思ってて、フランシス・フォード・コッポラっていうね、はい、監督が不朽の名作でね、あのゴッドファーザーっていう映画があるんですよ、はい、このゴッドファーザーってね愛のテーマっていうテーマ、うん、あのよく暴走族が流したやつ、うん、パララ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 ってやつね、はい、あれが愛のテーマって言うんですよ、うん、でなんで愛のテーマっていうかっていうと、お父さんのドン・コルレオーネってソニーっていう長男が殺されるんですよ、うん、長男殺されるんだけどマフィア会議開いてもうこんな無益な争いはやめようと、うん、自分の長男殺されてるのに、うん、もう戦いやめようって言うんですよお父さんは、うん、で最後お花畑で孫とお馬さんごっこしてる時に、うん、お花畑でうって心臓発作で死んじゃうの。だからそのマフィアの世界に身を沈めたものとしては最高の死に方ですよ、うん、要は拉致されるとかさ殺されたりするわけでしょ、うんうん、でもお花畑で孫とお馬さんごっこしてて、うん、お花畑でうって死んじゃうの、うん、お父さんは。でも三男のマイケルは真面目がゆえに、うん、ファミリーを守るために目には目を歯には歯で虐殺していくんですよ、うんうん、仕返しするのね、うん、お兄ちゃんも殺すし、はい、仲間も殺すし怪しいものは殺していくわけ、ファミリーを守るために、うん、奥さんが子供を連れて、はい、もう嫌だって言うのよ、あなたマフィア辞めるって言ったじゃないって、うん、嘘つきってね。でもマイケルは怒るわけ、うん、お前たちのためにやってんだと、うん、そのお前たちを守るために俺は戦ってんだと、うん、そんな人殺しなんかやめてって言って離婚の危機っていうかさ奥さん怒るわけよ、うん、でも最後マイケルの目の前で自分が目に入れても痛くない世界で一番愛してる娘がマイケルの目の前で殺されちゃう。だからこれ何が言いたいかっていうと与えること許すことっていうのが愛なのよ、うん、だからお父さんは自分の息子が殺されても相手を許したんだよね、うん、でもマイケルは性格真面目だったから、うん、マフィアっぽく生きちゃったのよ、うん、やられたらやり返すって、うん、で自分の一番大事なものを目の前で失うわけ、うん、だからこのヤクザ映画なのに、うん、あのテーマ曲って愛のテーマっていうのよ、うん、愛っていうのは何かっていう人類普遍のテーマを、うん、だから不朽の名作って言われてるんですね、うん、僕もすごい悔しいんだけども、うん、このチューインガムとね、チョコレートのお母さんじゃないけど、うん、私たち日本人が立ち上がって示すのは愛のエネルギーだと思いますよ。それで世界のバランスをとって超監視社会超管理社会からみんなで助け合おう、うん、協力し合おうっていう調和と協調の世界へ持っていくのが日本人の役割。いやめちゃめちゃいい話聞きました。
ああなるほど。じゃあもう本当に社会は混沌というか支配というか奴隷のその中に行くけど、やっぱり日本人がこっからもうとんでもないエネルギーで巻き返すのは愛のエネルギーで、許しと与えるエネルギー、うんうん、そこに希望があるみたいな、そういうところですかね。それをさ、うん、天才物理学者ブラックホール見つけてさ、うんね、相対性理論をね、うん、あの発見したさ、アインシュタインが言ってたら、うん、ワンチャンさバカにできないよね、うん、そうですね、うん、アインシュタインは大真面目に遺書として、うん、嘘の手紙書く、うん、娘にお前のことを愛してるから、うん、お前にだけは本当のことを告げておくって書いたの、うん、で実は愛のエネルギーってものが存在すると、うん、俺はもう解いたと、うん、だけど今公表したらバカにされるだろうと、うん、でも光の事情で増幅していく、うん、宇宙最強のエネルギーだと、うん、だから数千兆円持ってようが、うん、彼ら一見強そうでしょ、うん、数字の上では。でも我々負けないんだよね。いやー素晴らしい締めですねこれは。はい、ありがとうございます。ということで五物棟当主の奥野さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやめちゃめちゃいい締めでした。いやめっちゃ感動しました。ありがとうございます。いえいえ、このような機会を作っていただいて、いえいえ、いやありがとうございます。今日はありがとうございます。いやめっちゃいい話聞きましたね。まあでもね、なんかこうやっぱり人と人が出会うってさ、これほぼ全てにおいて意味があると思ってまして、うんうんうん、まあ、こういう形で出会わせていただいたことも僕は意味があると思ってて、うん、だからある時みんなで一斉に立ち上がる日っていうのが来るんですよ、多分来年。だから今その仲間探しの旅っていうか、多分ね。でこれってダニエル社長と僕の間に損得感情がないからいいんですよ、うん、だから僕も例えば仕事してる時だったら、うん、岡山県に行こうが九州に行こうが仕事で言ってる以上、うん、会食する相手って利害関係なんですよ、うん、でも利害関係じゃない仲間とか友達が日本全国にできたとしたら、うん、それこそ宝物でしょ、うん、それが今ですよね。あー、なるほど。だからこういうね、お腹が空くからこそご飯が美味しいって感じるように、うんうんうん、危機一発なのよ、うんうん、本当危機一発なんだけど、危機一発だからこそ、うん、最高の宝物がここに待ってんのかもしれない、うんうん、あ、なるほど。ここでつながった人たちで、うん、もし日本を救えたとしたら、うん、すごいことですよ。それは最高ですね、うん、それすごいことですよ。いやー素晴らしいです。